はい、それでは次の質問に移ります。1分程度で自己 PR を行ってください。東京都立松原高等学校の吉田鈴音です。部活動はダンス部に所属していました。そのダンス部の活動で諦めないで続けることの大切さを学ぶことができました。ダンスのポジションで目立たない後ろの列になってしまった時に辛くてやめようと考えたこともありました。ですが、先輩や友達にアドバイスをもらったり、自分で練習したりして、また前のポジションをいただくことができました。大学進学後もこの経験を生かして、どんなことも諦めずに最後まで頑張ろうと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。